れがクラゴンを倒しに来た。ねえあなたたち、そっちに来ないって人いる？あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見。上と上だ。おお、どい。おい、嘘だろ。頑張るわ。一気に行くぞい！行くぜ。ハイパーファング！
しな。安心ですね。よっしゃ。強くなれたみたいです。よし、よっしゃ。グッバイよ、暴れん坊さん。誰かわからんが助かった。礼と言っちゃなんだがね、今夜は村で化け物以下の討伐祝賀会をするさ。村の女たちが運命ごちそうた。ねえ、機内を探すのでしょ。私も。あら、ベロニカじゃない。宴会の席に子供はいちゃダメだって、そこまで入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。Thank you.
すまないが、全く身に覚えがない話だ。他を当たってくれ。しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナー村の機内って言えば、まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか遊戯じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探している機内ってのは、俺の祖父機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら、あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる。あ、漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じその大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り、志島ヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。それならあんたも人…バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に…いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡し、村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。